はい、こんにちは。ザ・ゲーミングガレージチャンネル春99です。今日はね、ちょっとね、変わった形のですね、ゲームをご紹介したいなというふうに思います。今日ご紹介したいゲームはこちら。こちら、浪士警服ですね。こちら、浪士警服はね、もうすでに昔の方でご紹介しておるんですけども、これのですね、製品版がですね、ホビージャパンさんにリリースされることになりまして、このね、動画を収録する時点で、今、キックスターターの方をやってまして、そちらの方で、このね、浪士警服がどういうものかっていうのをですね、このプリント&プレイ版ですね、これ大体有料なことが多いんですけども、プリント&プレイ版の方が無料配布されていましたので、このプリント&プレイ版を通してですね、製品版のですね、浪士警服がどうなってるかっていうのをですね、ちょっと今日はね、ご紹介してみたいな、なんていうふうに思います。はい、こちら、浪士警服ですね。まあもちろんこれどちらもね、製品版ではなくて、こっちは同人版で、こっちはプリント&プレイヤー版で、まあデータから今日ご紹介したいと思うわけなんですけども、まあそもそも浪士警服はね、どういうゲームだったかっていうのは、ね、まあ詳しくはね、動画の方をね、見ていただければいいと思うんですけども、ざっとだけおさらいしますと、はい、こちらですね、まあ元のね、同人版の方からね、説明をちょっと出しましたけども、基本的にこの浪士警服のゲームは、まあアクションプロット系のゲームになっていて、一番最初に持ってる、このタクワンと、ボグネンジンと、陳年っていうね、この3つの弟子のキャラクターをまあうまく育てていきましょうっていう形なんですね。で、特徴になってるのが、このアクションプロットになってるこのタイルですね。こっち側の面とこっち側の面という両面ね、上下の両面あるやつを、どちらかのやつを自分のね、この吹き出しが完成するようにプロットしていって、各プレイヤー自分の順番になっていったら、1枚ずつオープンしてその効果を発揮する。その効果を発揮したら、新しい弟子をね、次々と雇うことも、弟子ね、いろんな能力ありますからね、弟子を雇うこともできるし、新しいこのアクションプロットですね、こっちはコストになってるんで、より強力のね、アクションプロットを買って、あとはそれをね、プロットできるようにするっていう、アクションプロットすることもできるし、あるいはこの弟子ですけども、一番最初は VP がない状態になってるんで、弟子を修行させて、裏面にして、より効果も強くなるし、VP が手に入るようになるっていうようなことをね、順次みんなプロットしていく。なんで全員プロットし終わったら、じゃあ私これやりますって言ったら解決する、次のプレイヤーも解決する、また回ってきたら、じゃあ私これを解決しますって言ったら、言うと、例えばこれお金を払うとお酒2個もらえる、ね、お金を払うとお酒2個もらえる、まあ、こんなやつをね、ぐる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 っとプレイしていって、じゃあ私これでも全部単にお金もらえますっていうのをプレイして終わったら、私のアクションの手番は終了ですよ。で、残りの人も全員終わったらワンラウンド終了と。これね、繰り返していくゲームだったんですよね。で、ここのとこは当然、雇ってる弟子の数が違ったり、ね、みんなアクションプロできる数が違うので、必ずしも同じ手番じゃありませんけども、ラウンドの最初になったら、これをみんな持ってるやつをプロットして、順番通り解決していくと。まあ、こういうゲームなんですね。で、ポイントになってるところが、浪士警服っていうだけあって、こういう警服チップっていうのが全員持っているので、一番最初にね。で、ここのところは、こういうやつね、後からもらえたりもするんですけども、誰かが何かをした時に、契約しますよって言って、こいつを裏返して、こっちの面にして、そのプレイヤーに渡すと、そのプレイヤーが使ったアクションプロットと同じことができる。例えばこうやったら、お酒を払って2契約チップもらえるって書いてあるので、私もお酒払うから、1払うけどもう1個増えるからもらうわって言って、この人に契約チップを払えば、自分のところにお酒払うことによって契約チップをもらえる。もちろん当然ね、本人だって払って、契約チップをね、2個もらうことができる。なんていうことができるということが特徴なんですね。なんで、誰かがアクションをした時に、アクションプロット式なんですけど、自分には持ってないアクションとか当然あるし、自分が、ね、できてないアクションっていうのがあるので、誰かがやった時に、あ、じゃあ契約しますよって言って、契約チップを手元に持ってるのを相手に渡すことによって、そのアクションをコピーできるっていうね、このアクションコピーできるっていうところが、非常にこのゲームのユニークなポイントだったんですね。で、かつ、いろんな他人のアクションをコピーできるゲームはあるんですけども、大抵バンクやなんかリソース払ったり、いろいろするやつが多いんですけども、こいつの場合、にはこれ払ってるやつはこう純粋に VP 払ってるんですね。これ 0.5 点の VP になりますよってことになってるので、 VP を相手のプレイヤーに払うことによって、そのプレイヤーのアクションプロットされているものをコピーすると。なので、払うときに必ず 0.5 点 VP を払っているので、0.5 点以上自分上がるのかなっていうところをね、考えながら進むというところが、なかなかユニークに出来上がっているこのゲームのシステムだったんですね。で、この同人版の方は、一番最初から持ってるやつは、必ずこの陳年と僕年人とタクワンっていう3人、必ずこのキャラクターが入っていて、かつ自分はこの浪士系風なんで、これ教える浪士っていう設定なんですけども、そこにはあんまり特徴はなくて、最初から持ってるですね、リソースも基本的に同じということになっていました。で、こいつが5ラウンド進むと、まあ、ゲーム終了で、こういうところの、こういうね、完成するやつの VP が、様々な後から変える奥義のね、アクション対応の時にもあるんで、こういうのを合計して、多い人を勝ちと。こういう流れになったんですね。でですね、このプリント&プレイ版とかですね、まあ製品版はどうなってるかっていうのをですね、チェックしてみますところ、まあ、このプリント&プレイ版はですね、3人専用そもそもなってるみたいです。これね、3人って書いてるんで、中に入ってる、このデータがそもそも少ないんですね。そもそもデータがちょっと少ないので、3人専用になってますけど、実際は確か5人までプレイできるはずなんですけども、この
同人版からこのキックスターター版およびこのプリンターのプレイ版が何が変わってるかっていうと、基本的にさっき言いましたこれ弟子は必ずいるんですけども、自分の老師は無色なんですね。無色透明になっていて全員同じようなキャラクターになってるわけですけども、こっちになってくると自分の老師カードって増えてですね、老師が自分の能力に応じてスタートのですねリソースなんか違うんですね。ここのところならこれはねこの3人いますけど、これ老師カードになっていて、これの老師によって最初のリソースとかは違いますなってます。ただしこいつは製品版ではですね各プレイヤー違う能力なんですけど、プリンター&プレイ版は全部同じの能力になってるんで、逆に言うとこっちの同人版とほぼ同じようなスタートになってますけども、老師っていうことが入ってるんだけども製品版の方は能力が違う、プリンター&プレイ版の方は同じというこういう違いがありますね。でかつ弟子の方もですね、まあ、デザインは新たになってるんですけど、これ陳年なんですけども、ボルザの陳年からねずいぶんかっこよくなりましたけど、この陳年とかこの子タクワンなんですけどね、タクワンなんかもう性別変わっちゃってますからね、こういうねタクワンの表裏とか、これ一番下がこの牧年人ですね、この子ね、この一番上も牧年人なわけなんですけども、この弟子もですねこれのプリンター&プレイ版の方は同人版とほぼ同じですね、陳年、牧年人、タクワンっていう、まあ、3人が全員ね同じものを持ってるようになってるんですけども、こちらの方も製品版になるとこれがなんかどうバラバラになってくるようなので同じじゃないというふうにお聞きしています。なのでこちらの方のプリンター&プレイ版の方はどちらかというと製品版というよりは同人版の方の非常に分かりやすい能力だけをこう絞り出したっていうバージョンになってるみたいですね。特にこっちの方のこれ後からね雇うことができるですね、まあ弟子たちっていうのもいっぱいいるわけなんですけども、これねこの弟子のところのデザインも相当オリジナルから一新されてるようですが、こちらの方のプリント&プレイ版では数が少ないですね。ここに3枚、ここに9枚、この際6枚ってあるだけなので、弟子の方もですねこのプリント&プレイ版の方はだいぶ少なくなってるそうです。で能力の方もかなりややこしいやつがですね、まあ元々の同人版から見直されてるっていう点は同じなんですけども、製品版の方がこちらの方の弟子のパターンはかなり多いということなので、この辺はいわゆるプリント&プレイ版と本物とまあ同じということがよくあるわけなんですけど、要は自分で作るだけってことがあるんですけども、この老師継服のプリント&プレイ版の方に限っては、まあ、あくまで製品版のお試し版で、どっちかっていうと同人版に近い内容がここのところに入ってると思ったらまあいいような感じがします。ただしこの根本的になかった要素としてここ武道会っていうのがあるんですね。武道会ですね、武道会っていうのがあって、まあ当然これ育てているので、まあ、武道を目指しているわけなんですけども、各キャラクターのですね能力ですね、この各キャラクターですね、要はこの各キャラクターってオリジナルの方だけだと、いわゆるこいつってアクションプロセスの時に何かをもらってくるか何かを払って何か得るっていう、まあ、リソース変換ばっかりしてるっていうキャラクターだけだったんですけども、各ラウンドで使ったキャラクターの能力ですね、要は戦闘力ですね、戦闘力を合計してそこで武闘大会をしましょうと、それに応じてランキングに応じてポイントがもらえますよ、まあリソースもらえるんですけども、リソースをもらえますよっていうような大会が1ラウンド目はないんですけども、2ラウンド目以降はありますよっていう要素が、これが新しく完全に増えていて、これは製品版とプリント&プレイ版は同じような要素になってます。でこれが入ってるので、これ見えますかね、各弟子ですね、これ後から雇う弟子ですけど、ここも線が書いてると思うんですけど、これがそのキャラクターたちの戦闘力なんですね。これがね弱かったり強かったりここのところにいろいろしますけども、なので純粋なオリジナルの方だと単純なこのリソース変換だったり、まあリソースをもらえるっていうためだけに存在していた各弟子たちっていうものが、まあ、それはそれであるんだけども、それ以外に戦闘力っていうのも比べ合いして、各ラウンドのプロットの解決が全部終わったらこの武道大会の方に出て、戦闘力の順に応じてここのところね大会の結果に応じた順番に応じたリソースとか報酬をもらえるという要素のところは、このプリント&プレイ版の方でも体験できるというような感じになっておりました。はい、ということですね、今回ですね、まあ、老師継服のですね、まあ、キックスターターの、まあ、プリント&プレイ版と、まあ、おそらく製品版こうなるだろうなんてですね、ご紹介をいたしました。まあですね、私ね、アクションプロット式好きなんですよね、ゲームとしてね。で、かつですね、このね、継服しましょうというのはですね、この老師継服が出た年に非常に私の中で何個かヒットするものがあって、まあ、ボバルドとかそうなんですけども、その中でもこの老師継服の方は他人に VP を出さないといけないと。しかもこの VP に渡す継服チップは専門の継服チップなので、どうにかアクションプロットの方で組み立てておいて持っとかないと、それを次に大変に契約できないなんていうこともあるので、ここをどうコントロールするかっていうのはですね、なかなか悩ましくて大好きだったんですよね。でこちらの製品版になる時のところで、ここのキックスターターの方のプリント&プレイの方にも入ってるように、武道大会っていうのが入るようになったので、武道大会のところで各弟子のところがリソースの変換だけではない武力っていうのがですね、新しく入りましたっていうことになってるんで、そこのところもあって弟子のまあ価値が変わったということがあって、あれはこれは私ゲームマーケットの時にもですねテストプレイさせてもらい
いましたけども、なかなか面白く機能してるんじゃないかなというふうに思いました。でホビチャバザーの方にちょっとお聞きしてみたところ、まあ様々なですね弟子の方の能力やなんかも一切がですね、まあ、見直しているので、元々のやっぱりリソースを単純に変換するだけじゃないようなバリエーションが入っているような弟子もかなりいますよということをですねちらっとお聞きしました。ただこちらの方のプリント&プレイ版の方はこの同人版の方にほぼほぼ同じような非常にシンプルなやつに絞ってます。ただ流れの方はルールがこっちで少しややこしかったり例外的があったやつも全体的に見直されていて、ルールはシンプルになっていて、かつ武道大会が入っているので、まあ、こちらのね老子系譜版やってみたことがあるないに関わるですね、ちょっとアクションプロット式のその系譜パターンを試してみたいななんていう方はこちらのプリント&プレイ版ね、ただしこれ3人専用ですからね、試してみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。でこのですね動画を収録する時点でですね、まあ、キックスターター版の方のですね、まあ、募集もしていますので、ちらっと聞いたところによると国内流通版よりはキックスターター版の方ですねお安いですよなんていうのもお聞きしたりするので、まあ、ご興味があればですねそちらの方に手を出してみるのもよろしいんじゃないかなというふうに思います。私ねこのゲーム大好きなんでね、製品版がね流通された時にはですねそちらの方でもまた改めてご紹介したいななんていうふうには思います。はい、というわけで今回ですね、まあ初めての試みになりましたけども、キックスターターのプリント&プレイ版からですね、まあ製品版を予測してご紹介する老子系譜をご紹介いたしました。ザ・ゲームガイジェラの春、キュジキでした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですねプレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。